を発行していたがそれらの多くはターラーの一種で純銀16グラムを含む銀貨であるベリンストヘイラーと交換できたマルクは銀よりも金を基盤とする通貨であったが慣例として3マルクイコール1ベリンストヘイラーという固定交換レートが用いられたドイツ南部ではすでにグルデンという金貨が環状の基本単位として用いられていた これは47統一ターラーに相当し、したがって新しい通貨制度においては1.71マルクに相当することになった。ブレーメンはそれまでターレルという通貨を用いていた。これはマルクと1金ターレルイコール3.32マルクの率で直接交換された。ハンブルクは1873年まで独自のマルクという通貨を使っていた。これは 新しい金マルクとの間で、1ハンブルクイコール1.2金マルクの率で交換された。1876年1月1日以降、マルクは唯一の法定通貨となった。このマルクを現在、金マルクと呼んでいる。金マルクは2790マルクで1キログラムの純金と等価という金本位通貨であった。一方、 マルクと金の打艦が停止された1914年8月4日以降のドイツマルクはパピエルマルクという用語で呼ばれている。つまり、金マルクという名称は第一次世界大戦によるハイパーインフレーションの間に貨幣価値が急激に失われることとなったパピエルマルクと区別するために後に作られた用語である。ベルサイユ条約に基づく戦争賠償ではドイツは パピエルマルクではなく金マルクで1320億マルクの支払いを求められた。1ペニヒから1マルクまでの各種のコインが統一デザインで帝国全土に発行された。その一方で1マルクより上の通貨は帝国の各構成国ごとに発行され、その裏面は統一デザインとしてドイツ帝国国賞である足の紋章とし、表面は各国独自のデザインを採用した。 表面のデザインは各国の君主の肖像が一般的であったが自由都市であるブレーメン、ハンブルク、リューベックでは支障が用いられた。小さな国が発行した通貨は非常に少数であったため、それらは非常に希少価値が高い。この当時唯一立派広告だけが金貨を発行しなかった国である。106銀貨銀貨は純度。 900で1マルクにつき5グラムの銀で製造された。2マルクと5マルクの銀貨の製造は1915年には終了したが、1マルクのコインは1916年まで製造された。少数ながら3マルクコインも1918年まで製造され、また1、2マルクコインは銀貨として1919 19年まで製造された。30区コインは 以前の通貨であるベリンストヘイラーの代替として導入されたものであるが、ベリンストヘイラーの銀含有量は3マルクコインを若干上回っていた。しかしながら5マルクコインの銀含有量は古いターラー銀貨とかなり近い。10マルク金貨金貨は純度900で2790マルクイコール金1キログラムとなるように製造された。 金貨の製造は1915年で終了した。なお、5マルク金貨が製造されたのは1877から1878年のみである。千金マルク紙幣銀行券は帝国国庫及びドイツ帝国銀行から発行され、帝国のいくつかの構成国の銀行からも発行された。帝国国庫発行の帝国紙幣は5、10、20、 50マルクが発行された一方、ドイツ帝国銀行券は20、50、100、1000マルクが発行された。1914年以降に発行されたこれらの銀行券はパピエルマルクと呼ばれる。マルクの通貨記号はユニコードの2133番のであり、ペニヒの通貨記号はユニコードの20ビット0番のである。ありがとうございます。